はいどうも皆さんこんにちは、ピヨキングです。今日はみんなでバトルやっていきましょう。で前回ねみんなでバトルをやった時結構調子が良かったんでレートをね上げることができたんですが、前回はねなんでかめちゃくちゃ落ち着いてて今日勝てそうな気がするって思ってやり始めたんですよね。だから落ち着いたら勝てるっていうことから今回も落ち着いてやっていきたいと思います。それじゃあ早速ねみんなでバトルやっていきましょう。でここはめっちゃ滑るな、めっちゃ滑って上に行くステージか待ってこれみんなが邪魔だな、これよしジャンプこれ苦手だ、俺の苦手なやつだ、もう邪魔しないでくれマリオ。よしでジャンプ、オッケーオッケー、よしこれはなるほど、このまんま、あ待ってここでしゃがんで下ボタンね、オッケー、みんなよくわかるね、オッケーでしゃがむ、そしてここもしゃがむ、でここは中間ポイント取ってく、ジャンプ、オッケーでジャンプ、これ一番最初有利なやつだ、でここもしゃがむ、オッケーでここもしゃがむ、危なっ、よし負けそうだなこれは、ジャンプジャンプ、オッケーでしゃがむ、今3番手です、ピヨキング、1番はキノピオかな、もうすぐゴールがありそうだけど、あははキノピオしくってくれ、キノピオ失敗してくれ、あー待って嘘ははキノピコ邪魔しないでよしこのまま行こう、やばい、さすがに一人だと失敗しないな、ずっと独壇場だ、あのキノピオの、オッケー、そしてジャンプジャンプ、オッケー、どうかして近道ないかなと思ったんですけどこれは無理かな、もうゴールだと思った、さすがに。でせっかく前回ね4900を超えましたって言ったけど今負けたことによってちょうど今4900なんですよね、レートが。これで負けたらね4900を切ってしまうんですが、一番右のねキノピコ6007 もう6000超えの人とかと当てるのやめてほしいな、だいたい負けてしまうもんね。待ってくれこのファイヤーボールは欲しいな、嘘、まあいいや、あのファイヤー取ったことを後悔させてやりましょう。おこれはキノピコ負けるか、キノピコが今3番手だな、オッケーでジャンプでこのまま行こうか、あー待って嘘え、あんな殺され方する、あでもね結構みんな戻ってきてるな、オッケーオッケー、ルイージか、あじゃあ負けたか、はい来ましたよ、4900をね切ってしまいましたまあ一回勝てれば4900以上に戻るから勝てればいいんですけどね、さっきのステージで負けたルイージが今キノピオだ、だからねこの1の1ぜひ勝っていきたい、え1の1ってこの1の1か、まあどの1の1か分かんないけど待って遅い遅い、俺遅い、よし待ってくれ、えこれ何の1の1、これ入れない、入れないな、待ってくれこれは、待ってくれ、うっそ上がられたな、よしオッケーでジャンプ、オッケーでここはパックにね気をつけながら行きましょう、よしオッケー、待ってこれ落ちる落ちる大丈夫絶対落ちると思った、もうこれで最初からだな、えこれもう無理じゃない、どっちしろ無理か、てかあの人強くない、ソースとってさん強くね、いやあのねソースとってさんがね5連勝かな、さっき戦った時は4連勝だったから今ね勝ったので5連勝したと思うんですよね、だからねここで来てくれソースとってさん、来たー4連勝ソースとって、絶対この人に俺は勝ってみせる、もう今日この人に勝つまでやめないから、ワールド1の3ミッドボス、ソースとってさんはキノピオだったね、一番後ろでなんか余裕こいてんな、あーうまいさすが、え待って待ってこれどうすればいい、まあまああのこのブンブンを倒した人が、あえ2回でいいの踏むの、待ってこれでゴールはないよね、これでゴールはないよね、嘘マジでマジで、え待ってソースとってじゃないえ
ソース取ってさ、すげくね。いや、あのソース取ってさ、これで5連勝だよね。絶対次で勝ってみせるから、頼むから逃げないでくれよ。ソース取ってさ、これで来てくれ。ソースといない。くっそー、勝ちたかったな。ソース取ってさんに1回、誰かわかんないけど1回ぐらい勝ちたかったな。スノーマンヒルス、また氷のステージかな。で、今日1回も勝ってないから、さすがにね、1回ぐらいは勝ちたいな。全負けはよしたい。ラグめっちゃラグ。これは嘘。まさか踏まれるとは思わなかったな。これ1回ね、死んじゃうと結構なタイムロスになるもんな。よし、このまんま行きますか。これそんなにね、多分難しいステージじゃないだろうから、オッケー。で、竜巻に上げてもらう。上がんないぞ。オッケー。そして次はこのまま走ってスイングアームに乗ると。まだあの二人だいぶ前にいるっぽいな。あ、え、なんこれ。お、ファイヤーをもらえた。ファイヤーをもらえたけど、このまんまジャンプしていく。そしたら何が出てくる。あ、このオンオフか。え、なるほど、こうやっていくのね。ナイスタイミングで今オンオフを踏んだって形になるね。っていうことはこのまんま右でいいの。これ左上に行くとかないよね。で、このまま上に行ったら、あ、右でよかったのか。惜しいことしたな、時間を。このままダッシュしていこう。 OK で、ジャンプ。 OK で、こっちでいいのかな。危ない、危ねえ。危な、よし。もしかしてもうゴール前にいるのかな、あのルイージは。この矢印でいいっぽいな。ゴール前で待ってくれてるパターンか。全然違う。やったかった。もしかしたらルイージは今の土管を飛び越えたんじゃないかな。そういえばですね、僕がこのアバターにしてから、まあ不評が多いですよね。ピオキングさん、アバター変えてくださいとか、見た目を女の子にしてくださいっていうのはあるけど、どうなんだ。どうなんでしょうね、変えるのって。お、やった、なんでか知らんけど取れた。やったやった。待って、俺1番に行くから。よーし、オッケー。で、このまま上に上がってく。そして土管に入ればよかったのか、それとも、お、待って、スター、これは熱いんじゃない。オッケーオッケー。このまま走っていけばいいだけじゃない。で、オッケー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 。で、走っていく。で、カーギー、オッケー、いいね。そしてこのままゴールじゃん。やった。みんな来るんだ。オッケー。あと誰だ。あとルイージか。ルイージ、あー、間に合わないなこれは。いや、いっつも尻上がりなんですよね。最初負けて後で勝ち出すっていうね。やっぱ手が馴染んできてるのかわかんないんですけど、後らへんになってきたらね、勝ちが多くなってきてるんですよね。ここで勝てることができれば、まあプラス 2,30 ぐらいになって終わることができるんじゃないかな今日。そしてこれでラストバトルにしたいと思います。で、これは砂漠のステージか。よし、このアイテムはまず取っていくのが正解と思うんですよ。私ピオキングは。みんなね、アイテムをちょっと軽視しすぎたと思うんですよね。多分あのキノピコと、キノピコじゃない、マリオと、ほら見て、マリオも多分やられると思うんですよね。アイテムを軽視するからそうなるんですよ、キノピオさん。よし、オッケー。で、このまま走っていく。結構ほら敵が多いから危ないと思うんだよ。ちゃんと取っておかないと。ほらね、こういうことになるでしょ。だからね、アイテムを取っていきましょうね。オッケー。なんか下のあのちくわブロック怪しいな、左ので。ジャンプ、そろそろゴールあってほしいけど危ない。よし。で、これはどうすればいい。このまま左に行くか。危ない。よし、よかった。で、これはこのまま上にきっとしますか。で、右に行く。そして
で、これはここも右に行こうか。まだね、チビではないから大丈夫大丈夫。で、左もね、まだ追いかけてきてないからみんな大丈夫でしょう。今キノピオが来たね。そしてここで俺はゴールやったー。まあ一応ね、みんなでバトルやっててこっちに来てくださいとかチャットを送るとね、煽りっぽくねなったりするから、送るのを待ってて、ここで待ってておきましょう。そしてね、今キノピオが出てきたんですけど、よし、それじゃあみんなでゴールしよう。キノピオもね、ずっと待っててくれたんですよね、マリオのことを。優しいなキノピオ。そしてキノピオを間に挟んで、もうこのブラザーズね、めっちゃ可愛い。 いや、これはね、いいラストバトルになりました。はい、それじゃあね、今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。まあ、4910から4927、まあ、最初結構レート落ちまくってて、ここまで巻き返したから今日はいいってことにしておいてください。それじゃあね、あともう少しでスプラスだけど頑張っていきたいと思います。それじゃあまたね。